みんなで取り組む奉仕活動にも慣れてきたある日のこと、私たちがやってきたのは、わあ、すごい、お姉ちゃん知ってる、いっぱい走ってるよね。それはどうもありがとうございます。すごい、髪の毛ふわふわ、テレビで見るより可愛いね。うん、とっても可愛い、お姉ちゃん大好き。いやそんな簡単に大好きとか、ホイザ助け。尻尾もふわふわで可愛いね、お耳もぴょこぴょこ可愛いね。いや混ざるな。なんで私がこんな目に。お姉ちゃん、お歌歌って、可愛いお歌聞きたい。うわ、勘弁して。というわけで、今日は走ることが大好きな馬娘のみんなに、ちょっぴりお姉ちゃんの私たちが走り方を教えるね。はーい。もう私は無理、疲れた。子供の無邪気さは心に来る。まあそんなにたくさん年は離れてないでしょ、姉ちゃんってば大げさ。あら、あなたはこっちに来ないの？お姉ちゃんと一緒に遊ばない？お姉ちゃん知ってる、この前お風邪でレース休んでた。はっ！この子は本当はいつもいいところまで行けるんだよってママが言ってたよ。いいところまでって一着じゃないの？ハグ！ハグ！かっこり。うわ、無邪気パンチエッグ。なんていうか、あのさ、帰りジュースおごるよ。うん。そう、みんなついておいで、私がビシバシ鍛えてあげるからね。はいはいさ、親分。いつの間にか組織されてる。で、こっちはこっちで。だからね、思ったの、最後の方にもう一回ビューンって走れたらきっと一着になれるよ。ふむふむ、なるほどなるほど、勉強になるな。子供から教わってるし、それでいいのか、タンホイザー。みんな楽しそうで何よりです。あれ、タンホイザーさんの手帳なんだかすごく。あとね、レースの前にカレーを食べちゃうと上手に走れないってジンクスがあるんだよ。ジンクス？待って、詳しくお聞かせください。絶対に破ってみせますので。キャラ変わった、もしかして今日ツッコミって私だけ？さて、子供たちもみんな帰ったし、そろそろ撤収しますか。って、あれ、あなたは。そんなにくっつくとお姉ちゃん帰れないよ。お姉ちゃん、もうお風邪ひかないでね。私応援するから、お姉ちゃんが勝つところ見せてね。うん、お姉ちゃん勝つよ、約束。うん、おお、急にどうした？私頑張るよ、あの子にかっこいいところ見せたいもん。そんな気合い入れんでも、この間の新婚レース頑張ってたじゃん。私はいまいちだったけど。え、二人も出てたんですか？出てたよ。北ちゃん、さすがにそれは本当にすみません。でも私、帝王さんしか見えてなくて。いや、まあ帝王相手じゃしょうがないわ。キラキラ主人公の前じゃ霞みますよ、そりゃ。強くて
なのに努力してもっと上を目指す主人公キャラと、その後ろで前線だけはする引き立て役じゃ格が違う。そんなこと、いやマジな話、帝王みたいに勝つってすごいことだよ。それでも目指したいんです。いっぱい走っていっぱい強くなってかっこいい馬娘になる。そうだよね、キタちゃん。私もマックイーンさんみたいに強くなります。うわー、若いな。さすが新入生。私もああだったのかな。